スタンドバイミー・ドラえもんは、藤子、F、藤尾の漫画、ドラえもんを原作とする、2014年の日本の 3DCG アニメーション映画、山崎隆史と八木隆一と監督、山崎が脚本を務めた。藤子、F、藤尾の生誕80周年を記念して制作された。本作では、原作第1話、未来の国から、 はるばると、静かへのプロポーズから結婚までを描く、雪山のロマンス、のび太の結婚前夜、ドラえもんとの別れと再会を描く、さようならドラえもん、帰ってきたドラえもん、その他、卵の中の静ちゃん、静ちゃんさようならの原作7ストーリーを再構築し、ドラえもんとのび太の出会いから別れ、のび太と静かとの愛が描かれる。工業収入は、国内で三点八億円。 全世界合計では、日本映画歴代6番目に多い1億8344万2714ドルを記録した。第38回日本アカデミー賞では、最優秀アニメーション作品賞を受賞した。2020年には、続編の、スタンドバイミー・ドラえもん2が公開された。従来のドラえもんのアニメとは異なる。懐かしくも、新しいドラえもんであり。 2011年に公開されたフレンズもののけ島まのなきの制作陣が再集結して制作される。脚本を担当する山崎が半券元に企画書を提示したところ、こんなに愛のあるプロットは初めて。ぜひやってくださいと承諾され、制作が開始した。制作期間3年のうち、キャラクター造形に1年半を費やして、動きや表情を追求した。 セリフ収録後には声に合わせて CG アニメを制作し、のび太の街の背景には実写ミニチュアを使用した。グローバルイルミネーションなどの最新 3D 技術やサブサーフェイススキャタリング技術を用い、作中で登場する素材のリアルな質感を再現した。原作の連載で描かれてきたエピソードを厳選して、つなぎ合わせ、ドラえもんとのび太たちの出会いから別れを描いており、 子供の頃にドラえもんに親しみ大人になるにつれて自然に卒業していったすべての子供経験者たちに見てほしいという願いを込めて制作したという。作中のセリフは原作の良さを引き出すため映画オリジナルのシーンや設定を除きおおむね原作に沿っている。山崎と八木の両監督はドラえもんを立体化するのはこの映画が初めてであるため冒険ではなく ドラえもんがいる日常を舞台にし、名作と言われる話を選んだ。時代設定を1970年代半ばとし、自分たちが子供の頃に見た風景を描いたという。なお、未来の練馬区を行くシーンでは、トヨタ自動車、パナソニック、江崎グリコ、森ビルのロゴが登場するが、いずれもプロモーションに協力した企業である。劇中歌主題歌全国319スクリーンで公開され、 2014年8月9日、10日の2日間で、公衆7億6724万8000円、動員55万4911人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第1位となった。公開3日間の動員は72万6739人、公衆9億8825万7700円を記録した。日本だけでなく、アジア、 ヨーロッパ、中東、アフリカの海外計59の国と地域でも公開された。ピアの調査による初日満足度ランキングでも幅広い年齢層で支持を集め92.6点をつけて第1位となっている。ニュースポストセブンの調査によると感動した場面として伸びたが一人でジャイアンに立ち向かうところ結婚前夜の静かちゃんとお父さんのエピソードが多く挙げられたという。 ライムスターのうたまるは、自身の番組、ライムスター、うたまるのウィークエンドシャッフルの映画批評コーナーにおいて、ドラナキっていう売りは、真底下品だと思いますと苦言を呈した。自らが、原作の現役世代であることを踏まえて、ドラえもんにおける、感動とは、ドラえもんとのわかるイコール物語の終焉が、いずれ不可逆的に果たされる、のびたの成長に伴って訪れるということを明確に、 しているがゆえにもたらされるものであると定義づけた上で、安易に帰ってきたドラえもんを一本の物話のクライマックスに据えることは単に永遠の子供時代の皇帝に甘んじるものであり、結果としてドラえもん本来の感動とはかけ離れてしまっていると指摘している。さらに、ジャイシュとの結婚回避静かとの結婚が目標という連載開始当初の設定を軸に物語を 再構成していることについては、当初の目的を超えた、本当に大切なものへの気づき、伸びた自身の努力、成長を主題としている、近年のドラえもんの本質を理解していないと述べ、このことによって原作がもともとはらんでいた静かの、正常化や邪意趣の扱いなどの問題点、不快感を改めて浮き彫りにしてしまっていると同時に、各エピソードがことごとく平坦になっているとも、指摘している。 ただし、これは、あくまで、何をいい話とするかについて、自身と山崎の間に、価値観の根本的な相違があるが、ゆえの違和感であり、賛否両論があってそれぞれ意見をぶつけ合うのが楽しい、作品でもあるため、その点で、費用対効果は高かったとも評した。累計講習は、公開40日目に70億円を、公開76日目には80億円を突破し、 2014年公開作策としては、法が第1位となった。工業成績は、公開から5週連続で、第1位となった。最終工業収入は、約83.8億円で、2014年、法が工業収入では、永遠の例に次ぐ、第2位となった。観客動員数は625万人に達し、工業収入、観客動員数ともに、 ドラえもんの映画作品としては歴代最高となった。2015年2月15日から香港で公開され、7日間で4億7000万円を突破し、全世界興行収入が2月27日に100億円を突破した。2015年5月28日から中華人民共和国で公開され、5月31日には1日で、 約8800万人民元を売り上げ、中国で公開されたアニメ映画の1日の興行収入で最高記録を更新し、4日間で2億3700万人民元を突破した。最終興行収入は、美談調べで5.28億人民元。中国、香港合計の興行収入は9297万ドル。ドラえもん映画作品、ありがとうございます。